ジョン・ウェインと共に、ダコタ高原の潜在写真ベララルストンはフィギュアスケート選手、後に女優、チェコスロバキアのプラハの裕福な宝石賞の家庭に生まれる。1930年代にはフィギュアスケート選手として活躍し、1936年のヨーロッパフィギュアスケート選手権で15位、同年のガルミッシュパルテン・キルヒエンオリンピックに15歳で、 チェコスロバキア代表として出場し17位となる。この時、アドルフ・ヒトラーに会う機会があり、ヒトラーに、ハリ・十字のためにスケートをしてもらえるかと聞かれ、彼女は、ハリ・十字の上を滑る方がいいと答えたという。翌1937年のヨーロッパ選手権では7位となった。第二次世界大戦が勃発すると1940年代にアメリカに移住。 1943年にリパブリック・ピクチャーズと契約してハリウッド映画に出演するようになる。出演作品としてはジョン・ウェインと共演したダコタ高原やケンタッキー魂などがある。1952年にリパブリック・ピクチャーズのオーナーであったハーバート・ J. エイツと結婚。1958年に女優業を引退した。ありがとうございます。